お疲れ様です、まあ、人生のね成就不成就を決めるのは実行したかどうかっていうことだっていうのはよく語られると思います。まあ、要するに人っていうのはねいろんな妄想を描くんですよ。ああなればいいな、こうなればいいなって。で、思うっていうこともすごく大事なんですけども、次にその思いを形にするために行動していかなくちゃいけないんですよね。で、私なりにね現在進行形で行動するコツというものがありますんでお話しすると、やっぱ一つは誰かに宣言することなんですよね。たった一人でいいんで、定期的に自分に声をかけてくれる人にこういうことをしたいんだっていうことです。私の例で言うと、今ねキックボクシングのトレーナーさんいるんですけども、試合に出たいっていう表現をすることなんですよね。それが今年の2月に私がしたことなんですよ。まあ、そうするとその思いを受け取った人も、まあ、トレーナーさんですからね、じゃあどうやったらね試合で恥をかかずに済むような練習ができるだろうかっていうふうに考えてくださるんですよ。で、そのメニューが提供されていくってことになります。また2つ目のコツなんですけども、まあ、お金を払っていくってことじゃないかなと思うんですよ。本当に自分がその行動をしたいのなら、達成をしたいなら、何がしかのね投資コストを払っていくことだと思うんですよ。で、私はトレーニング受けてますんで、まあ、ジムの費用をね払ってるわけなんですよね。まあ、そうするとお金を払ってるって行動でさらに一歩前に進むわけなんですよ。またね、払ったお金を無駄にしたくないっていう、まあ、そういったコスト意識も働きますんでね、ますますその気になるかなっていうところです。で、また重要なのがね、トレーニングを受けてる時にその直前までね、やっぱね今日はなんとか休めないかなと思うわけなんですよ。だからこれが宣言もしてないしお金も払ってないと、じゃあ今度にしようかっていうことになって実行のモチベーションが弱まるってことになりますけども、そもそもトレーニングをするためのお願いをしていて、時間を確保してもらって、そこに手間をかけてもらって、いろいろ考えてもらってお金も払ってるわけなんですよね。だからまさに今更断れねえよみたいな感じで、断るっていうかね、やめるっていう選択肢がない以上やってみるかっていう気持ちが残るのかなってところですね。まあ、それでもね行動できない方多分多いと思うんで、まあ、そういう方はねいつかその気になるまで待つしかないんじゃないですか。ここまで言う私もその格闘技のねトレーニングをもっともっと早く始めてもよかったんですよ。でも20代でも30代でも40代でもやらなかった。そして今50代になって、いやもうこのままやっていかないままだったら死んでも死にきれないなと、今でも間に合うかなっていう感じでギリギリ始めてるんですよ。だからね、残り時間が少なくなってきたってことを自覚するとやっぱりねやる気になるんじゃないかなと。まあ、それでもねもう今更やっても無駄だよっていうふうに結局やらない人もいると思いますけども、それはその人の命数なんじゃないかなと思いますね。はい、というところでね、結局やらないやつはずっとやらないということに落ち着くのかもしれませんけども、でもいつやるか行動の時期ってのは今日じゃなくても明日かもしれない、1年後かもしれないし3年後5年後かもしれないっていうことで、まあやる気が出ないうちはね待ってあげるしかないのかなというふうに、まあ、指導者としての目線もありますんでね、うん、考えていかなくちゃなと。まあ今 FX オリガルヒやってますけども、だいたいね1年かかって6割ぐらいの方が勝ち越してるんですよ。残りの4割の方は連絡がない方がほとんどなんでわからないんですけども、でもね今日からやる気になる人もいると思うんですよ。そういった方のために FX オリガルヒは10年のサポート期間というのを設けて、その最初の1年が終わったんでまだね9年間残ってるということでございます。この10年間のサポートってのは私が60になるまでってことなんで、今日仮に FX オリガルヒに参加した人がいるとすると、その人は残り9年ってことになりますね。早めに参加した方が得ということでございます。それでは。